スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。はい、どうもスカルです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はですね、OB 第5弾の、ターニングポイントのイベントも、そろそろ大詰めということで、私スカルはですね、ターニングポイントの累計回収の方終わりましたので、そちらの開封動画と、A ランクの確定スカウトの方が来てましたので、そちらの動画の方アップしていきたいと思います。というわけでまずは、OB 第5弾の選手、どんな選手が出たのか軽くと、あと欲しい選手と紹介したいと思います。はい、というわけで早速 OB 第5弾選手のガチャ画面の方にやってきました。もうね、2020年シーズンの方が終わって2021年の方にグランドオープンするのが近づいてますので、今回は、スピリッツもね、今回第5弾の OB の選手は、3500ということで、もう間もなく3700の選手が登場するのでね、ガチャの方はとりあえず引かずに、イベントの方を終わらせました。で、狙いの選手が引ければということで、とりあえず欲しい選手、今回あんまりいないんですけどね、とりあえず紹介したいと思います。はい、まずはこちらヤクルト古田選手ですね。5年連続の登場になるのかな。キャッチャーの中ではね、最強捕手ですね、今まで出てる中でも。打撃能力はもちろんですが、守備適性の方もね、守備能力の方もね、すごく優秀ですので、皆さん狙いの選手でしょう。古田選手は個人的にもめちゃくちゃ欲しいですね。リア対勢にとっては絶対欲しい選手になりますね。はい、で続きまして阪神の岡田選手ですね。私自身ね、阪神枠に困ってるっていうこともありまして、ミート82の A、 パワー81の A のミパ A の岡田選手はね、非常にリーグオーダー的にも優秀な選手になってくるので、狙いの選手でございます。守備適性の方はね、そこまで高くないんですが、ベンチに置いたりしてね、リーグオーダーを強化するっていう面についてはいいんじゃないでしょうか。はい、で自チームの、ジャイアンツ江川選手ですね。球威85、A 制球81の A、 スタミナ86の A ということで、スタミナ型なんですが、ステータス自体はね、非常にオール A で優秀ですので、純正ジャイアンツでやってる人にとっては必須の選手になってくるんじゃないでしょうか。球種の方はね、3球種と少なくて、D カーブとスラーブで、これ D カーブ2種持ちだったらちょっと強かったり、リアタイでも使えたりするのかなと思うんですが、リアタイではね、ちょっと能力的には苦戦するかなとは思いますが、ジャイアンツ純正としては欲しい選手の一人になります。はい、続きましてロッテの山内選手ですね。ミート80の A、 パワー80の A のミパ同値、ステータス的には非常に優秀でございます。守備適性もね、レフトで B ありますので、外野の守備で使うというのもいいんじゃないでしょうか。でロッテ枠ね、困ってる人も結構多いと思うので、リーグ12球団でやってる人はね、守備適性 B ついてるロッテの選手、さらにはミパ同値ということで、非常に使い勝手のいい選手になってくると思います。はい、というわけでこんな感じですね。ざくっと紹介したんですが、個人的には古田選手か岡田選手、もしくは江川投手が狙いになってきます。では早速、A ランク確定ガチャの結果の方から見ていきたいと思います。では早速 A ランクガチャ確定スカウト5回引いていきたいと思います。お、一発目突き出てますね。A ランク以上確定なんでね、 S ランクが、前回も S ランク引けてるんで、1枚出たらいいかなと思います。行って前レインボーまで、行かないですね。で今回自チームオリックスにしております。はい、笑うか、笑わないと。はい、三島投手、なんでオリックスにしてるかというと、前回のベストナインタイトルホルダーで吉田正尚選手引けたので、そちらの限界突破のために使いたい。あと山本由伸投手の A が出てもいいかなと。お、調子君レッツゴー。ここ白やったら確定やったんですけどね、いかないと。S ランクの確率は 2.5% で変わらず、ほい、来ない。はい、西浦選手。で続きまして3連目ですね。突きはなし。お、調子くん熱号、白文字来い。金文字、裏確定演出が出てくれたらね、いいですよね。
A ランクの演出は結構出てますね。いや飛ばへんのかい。ここは大小深田選手、なかなか欲しい素材が引けないですが4連目です。ピッチャー長志くん、来ない。長志くんレッツゴーも出して行って前ボインレーまで、うい、いかないと。ごめん、笑いますか。笑わない。神里選手、はい、ではラスト5連目ですね。オリックスにしてるので素材吉田正尚選手か山本由伸投手、来い。隙はありましたが、いけいけ、まあ、行ったらオリックスの選手のSランクですが、笑うか、なし。おいおい、福田選手。はい、では OB 第5弾の確定スカウトガチャ、確定スカウト契約書ですね、引いていきたいと思います。狙いの古田選手か岡田選手もしくは江川選手でお願いします。カットインが入って来い来い、お願いします。よっしゃー、狙いの岡田選手ありがとうございます。これで OB ガチャ引かずに済みました、ありがとうございます。はい、というわけで今回の動画は以上となります。A ランク確定スカウトの方では S ランクは出なかったんですが、契約書 OB 第5弾の契約書の方で岡田選手を引けましたので、大満足でございます。育ててねリーグオーダーの方に入れていきたいなと思います。で、もう言うてる間にね、あと2週間ほどですか、2週間ちょっとぐらいでね、グランドオープン2021年シリーズに入るということで、契約書の方もそれなりに貯めておりますし、S ランク自チーム契約書の方も用意してですね、まあ最初はね結構ね狙い打てると思うので、まあ、どのポジション追加になるかまだわからないですが、そちらの方楽しみに待っていて、また動画にしていきたいなと思いますので、その時まで楽しみにしておいてください。というわけで今回の動画は以上となります。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。